んにちは。始まりました、川西美希です。今回はコンシーラーで顔に立体感を出す方法、 SNS でバズってるコンシーラーの塗り方の中でもどの方法が一番立体感が出るのか検証していきたいと思います。そして後半ではおすすめのコンシーラーパレットだったりクマの隠し方とかを紹介していきたいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで分かりやすいように普通だったらコンシーラーの前にファンデーション塗るんですけど、ファンデなし、コンシーラーのみで検証していきます。今回は3つ検証をして、その中でどれが一番顔に立体感が出たかっていう検証をしていくんですけど、まず使うコンシーラー、こちらルナのロングラスティングチップコンシーラー。これは韓国でも日本でも人気のコンシーラーだと思うんだけど、カバー力はしっかりあるんだけど馴染みもすごい良くて、なのに乾燥しにくいっていう、かなり優秀なコンシーラーです。で、種類は今回使う蓋が黒いカバーフィット、これが7種類カラーがあって、でこちら手に塗ってみるとカバー力は高いんだけど、指でポンポンと伸ばしていくとスーッと肌に馴染んでくれて、ちょっと固めなのに伸びがいいんですよ。すごい使いやすいコンシーラー。もう一つ蓋がベージュ、こちらが2種類あります。で、最初伸ばすときカバーの方より少し厚みあるのかなって思うんだけど、30秒ぐらいでしっかり肌に密着して、でサラッとしてくれる感じが好き。で、他にもロングラスティングコレクターっていうカラーコンシーラー、これが2種類、どっちも使いやすくて好きなんだけど、今回はカラバリが多いのでカバーフィットを使っていきます。それではまず一つ目の検証、これは結構メジャーなコンシーラーの塗り方ですね。まずコンシーラー、このままバッてつけると割とたくさんついてしまうので、手の甲でちょっとなじませるか、蓋のところで量を調整して手の甲になじませて顔に使っていきます。まず目の下、このクマのところ三角に入れていきます。こんな感じ。そしたら鼻横、ここほうれい線の部分なんですけど、鼻横と頬の一番溝が深いところで高低差がありすぎて影になってほうれい線がよりはっきりと見えてしまう部分なので、ここにも入れます。そしたら口角の部分、ここを三角のてっぺんにして、ここから口の流れに沿って三角を作ります。で、ここまでやったら顎、ハイライト2本線入れて、工程はこれで完成。目の下、鼻横、口角、顎で塗ったらしっかりと伸ばしていきます。で、コンシーラーにもよるんだけど、結構固めなコンシーラーを塗る場合は塗って伸ばして塗って伸ばしての方が綺麗になります。でもこのコンシーラーは少し時間が経っても普通に伸ばせるので、分かりやすく塗って伸ばしてっていう風にしました。あ、でも顎に2本線入れるだけでちょっと顎が縦長になるよね。ファンデーション塗ってないからよりコンシーラーの効果がわかるね。明るくはなるけど劇的な違いがあるかって言われるとそこまででもないな。顎口角やると口元がしっかりと明るくなる印象はあるね。まず一つ目の検証こんな感じ。次は SNS でちょっと前にバズっていた中顔面を発達させ、なおかつ顔を立体的に見せるっていう技、小顔にも見えるらしいんですけど、すごい面白いんだけど、こう目の下ガッて描いて口元で上に上げる、こんな感じ。ちょっと鼻内側に入りすぎたか、こんな感じですね。で、この時使うカラーはちょっと明るめのカラーがいいそうです。で、これ塗ったらこっち側に全部ぼかしていく。結構量が多いので、これは塗ってからすぐぼかした方がいいかもな。このやり方すごいなとは思ったんだけど、ファンデーション全体に塗ってたらあんまり変わらなくないかとは思った。多分ここに塗ってる部分が明るさを一番保たなきゃいけない部分なのか。この部分さえ明るければ確かに立体的にも見えるんだけど、小顔効果で言うと下の方のラインはここまで明るいコンシーラーじゃない方がいい気がしました。でもこの塗り方すごい綺麗かも。これが2番目の検証、これ結構良かったですね。そしたらまた落として3つ目、最後の検証。今回カラーは 0.7 使ったんですけど、最後も同じく 0.7 使っていきます。で、2番目は結構しっかり塗るっていうのがポイントだったので、ここで量を調整しなかったんですけど、3番目量を調整してつけていきます。そしたらまずクマ、このライン、ここに沿ってこんな感じで入れます。そしたらそこからつながるように小鼻の一番上のところにつくようにまっすぐ下ろしていきます。1つ目、こんな感じ。そしたら次、小鼻の横かたどってちっちゃい三角を描きます。
旗立ってるみたいになったけど。で次に筆を横にしておでこの真ん中に横線、そしたら眉間部分、ここにも三角で中を塗りつぶす。すごいことになってきたけど大丈夫か。で鼻にもつけるんだけど、鼻は一番明るい 0.5 を使います。量を調整して鼻の付け根、目頭よりもほんの少し下にちょこっとつけて、鼻先縦長ではなくちょっと横長にこんな感じでつける。そしたら同じく 0.5 で目頭小さい三角を作ります。で目尻シュ、口角シュ、頬の下からこめかみに向けてシュッ、でこめかみに丸を描く。すごいね、これはもう絶対ファンデーションいらないレベルだぞ。はい、3個目の検証こんな感じ、11箇所描きました。そしたらスポンジ使ってポンポンなじませていきます。結構最初のところが乾いてる感じではあるんですけど、それでも伸ばしやすいね。今回この動画を撮るにあたっていろんなコンシーラーの塗り方あるんだなと思ったけど、この方法はすごい特殊な気がする。口角上とか目尻上とかって上に上がるラインがしっかり描かれてるから、割とポイントになって顔を引き上げて見せてくれる場合もあるので、これでね自分の思い描く顔に近づけるんだったら。こめかみ丸、そっか、こめかみがへこんで見えるとちょっと老けて見えるらしいので、こめかみもしっかりとふっくらさせるってことなんだね。ここでおでこはハイライト真ん中に塗ると立体的に見えるっていうのを聞いたことあるから、そういう意味で真ん中に引いてるってことですかね。なのでハイライトを塗りそうな部分をしっかりコンシーラーで土台作りしてるっていう感じがするな。はい、なじませ終わりました。これはちょっと塗る場所の量が多かったからか、ほぼコンシーラーみたいになっちゃって、ハイライトの土台としてコンシーラーで作るっていうのはいいと思うんだけど、頬は三角三角とかってやるっていうよりは2番の一気にバーって塗る方法の方が立体的にも見えるし、統一感があって綺麗だなって思ったかな。で今回 TikTok だったりインスタ YouTube とかでいろんなやり方検索してやったんですけど、ほとんどの人がスポンジで伸ばしてたので、私もスポンジを使って今回伸ばしてみたんだけど、スポンジだと全顔に広がってしまう感じがあって、なので2番の検証だったらスポンジでもいいかなと思ったんだけど、ピンポイント目の下、鼻横、口元、目尻とかを明るく見せる場合はスポンジではなくて、そもそもコンシーラーをつける量をこのブラシのままではなく手の甲にコンシーラーを取って、その後にコンシーラーブラシちょんちょんちょんと取って、さらに手の甲で調整しつつ目の下ポンって置いて、こっから軽く三角作りつつ、伸ばすっていうよりは叩き込みながら目の下の形に沿って明るくさせていく。で鼻横も同じくバッて塗るよりはちょっとずつ調整してつけていく。口元もシュッって書いたらそこからなじませて、必要な部分に必要な量をつけて調整するのが一番綺麗にできるかなと思いました。はい、ということで半眼だけね今検証3の状態なんですけど、コンシーラーの塗り方3つ試してみて、一番私が良かったなって思うのは楽さも綺麗さも含めて丸2番のやり方が個人的にはすごく良かったかなって思いました。で丸2の方法をやる場合は、下地つけてファンデーションをすごく薄くつけてからのコンシーラーで、コンシーラーもうベトッと塗らずにちょっと調整しつつ薄く塗って、でその後スポンジでぼかしていくのが一番綺麗に仕上がるかなと思いました。ぜひ皆さんもこの3つの方法でメイクしてどれが良かったか教えてください。はい、ということで今回はルナのコンシーラーを使って検証をしてみたんですけど、ルナから最近新しくクッションファンデとコンシーラーが出たので、こちらもメイクしながらレビューしていきたいと思います。じゃあまずクッションファンデから、ルナコンフィーライトクッション、カラーも3種類で、私は真ん中のカラー1号のバニラを使います。ルナはコンシーラーのカバー力が本当に強いイメージだから、クッションもザ・カバーっていう感じでちょっと厚ぼったさが残るのかなと思ったんだけど、全然そんなことなくて、塗ってみると結構軽い感じのつけ心地で、ちょっと今つけすぎちゃってるんだけど半本ぐらいがベストかな。塗ってみるとこんな感じ、程よくカバーしてくれつつ、つき具合がね結構みずみずしくってツヤ感がある感じで、カラー1番今使ってるんだけど、1つ下の2番使ってみたら時間が経った時に少し暗く見えたので、ワントーンか半トーンぐらい少し明るめのカラーを選ぶのがおすすめで、これは K-POP のトップメイクアップアーティストさんと共同開発したものらしく、
ナチュラルなツヤでアイドルのような透明美肌が叶うっていうクッションファンデだそうです。でね、すごい面白いと思ったのがこのパフ、あまり見ない形で肉球チューリップみたいになってて、鼻の際とか目の下とかがこの形だとすごいフィットしやすいの。あと柔らかくてふっかふかで使いやすいです。でこの形になってるので手の指がしっかりとフィットしてまんべんなくパッティングできる指先型構造なので簡単に立体的な肌に仕上げてくれるそうです。でファンデの塗り心地はいい意味ですっごい軽いからあんまり塗った感がないファンデーション。そしたら次こちら、これ私もテンション上がったんだけどみんなも好きじゃない絶対。これも新しく出たルナのコンシールブレンダーパレット。3色だと物足りないし多すぎてもどの色使ったらいいか分かんないよっていう方におすすめ。5色入りでカバーからコントロールまでできていろんな肌悩みにアプローチしてくれるコンシーラーパレットで、カラバリが2つあって1つ目がクリアカバー、王道で使いやすいカラーが集まってるパレットと02のピュアカバー、こちらはちょっと明るめのカラーが入ってますね。で個人的にはこのクリアカバーがすごい使いやすくて、これ全部手に塗ってみるとこんな感じ。グリーンがくすみ、ニキビ跡、赤みカバーで、上の真ん中のバニラがくすみ、シミカバーで、右上のベージュがくすみカバー、シェーディング効果、そして右下ピュアブライト、ブレンディングとハイライト効果、そして左下ミディアムピーチが目の下のクマカバーで、さっきはコンシーラーで立体感を出す方法とかを紹介したんですけど、今回はニキビとかクマ隠しの方法、目の下のクマカバーしていきます。でこの時に涙袋の上とかまつげの際まで隠しちゃうと目がキュッとちっちゃくなっちゃうので、クマがある三日月の部分ここだけカバーしていきます。上の方ファンデーションは塗ってるのでそれでカバーできてるっていうのと、あと上の方塗ってもシワだったりとかで取れちゃう場合があるので最近はこの下の部分だけ塗るようにしてます。で塗ったらこうやって伸ばすのもいいんですけど、なるべくブラシにコンシーラーがついてないぐらいにしてポンポンポンと伸ばしていきます。でさらに青っぽい部分を消していく。そうするとこのへこみっぽい青い部分が消えてくれます。コンシーラー塗るとき急いでるときとか私指でボンボン伸ばしがちなんだけど、それだとせっかくコンシーラー塗ったのに伸びすぎちゃってあんまりコンシーラーの効果がなくなっちゃうから、本当に綺麗に塗りたいっていうときはブラシで優しくポンポンなじませながら伸ばすと綺麗に隠れます。はい、クマビフォーアフター、こんな感じ。ここのへこみと青っぽい感じが目立ちにくくなりました。でニキビ跡とか赤みが気になる部分はグリーン、頬の内側は軽くカバーできればいいので指でやっちゃっても大丈夫です。根元みたいに繊細な部分はブラシの方がおすすめ。あとニキビだったらこんな感じでトーンと置いてニキビを覆ったら、そこから30秒ぐらい置いてから周りをぼかしてあげる。そうすると結構カバーできます。でこのコンシーラーのテクスチャーなんだけど、最初触った時にちょっと固めかなって思ったんだけど、塗ってみるとかなり伸びもよくってフィット力も強いので使いやすいですね。はい、そしたら30秒以上置いちゃったんだけど、ニキビの周りのところをなじませていきます。吹き出物とかがある部分はあまりぼかさずにその周りをなじませる感じで、グリーンつけた後にもっと隠したければ真ん中の黄色を使ってピンポイントで置いて上から筆横にしてなじませます。でコンシーラーとしてはもちろん使えるんだけど、右上のカラーが少し暗めなカラーになってるからここのカラーでシェーディングとしても使えるそうです。ブラシで全体塗ってその後にスポンジでポンポンとなじませる。やってみるとこんな感じ。パウダーのシェーディングでうまくなじまないっていう方とかはコンシーラーでシェーディング先にやっちゃって、その上からパウダーチークとか重ねてあげると境界線とかが分かりにくくて失敗しにくいかも。はい、っていう感じでルナの新作使ってでベース仕上げてみたんですけど、今回はルナさんとのコラボ動画ということで他にも商品いただいたのでそちらを使ってメイク完成させていきます。パウダー前顔にポンポンと、うん、きめ細やかで、髪色最近暗くなったのでアイブロウはいつもより少し暗めで、いつもより少し平行眉毛に仕上げます。めっちゃ描きやすいこれで、最近太ってきてここの幅が広くなったので眉尻も少し長めに描きます。この眉尻短く描くと余白が目立っちゃうから、いつもよりちょっと長めに描いてあげると顔の余白が目立ちにくくなる。で私ペンシルで描くの苦手なんですけど、苦手な人はなるべく上眉毛と眉頭はあまりいじらないようにするっていうのがポイント。眉毛描くときは下のラインを描いて
て眉尻描いてあげて、でちょっと上描くけどそこまで描かないでスクリューブラシで描いてないとこに色を足してあげる感じ。そうするとめっちゃ濃いっていう印象だったり、めっちゃ下手っていう印象から逃れられます。このアイブロウ力入れないでも描けるからすごい描きやすい。でアイシャドウ塗っていきます。ベースは明るめベージュで、眉毛オーバー目に描いたので、この時ベースも目尻眉毛に合わせてオーバー目描きます。で柔らかめのピンクベージュを目尻にプラス、でこの時も眉毛に合わせてちょっとオーバー気味に描きます。下まぶたも濃いカラーじゃなくってベースのカラーでオーバー気味に描いてあげるとナチュラルに目を拡張できるからおすすめで、私みたいに平行まぶたの人が目頭にもしっかり色を入れてしまうと少し濃く違和感のある目になってしまうので、目尻につけたカラーで残ったカラーをほんの少し目頭にのせるぐらいがおすすめで、目尻ぼかして眉の下に明るいカラーを入れます。で最近思ったんだけど、目尻を私結構ここまで埋めがちだったんですね。だけどそこ埋めないでまぶた閉じて自然に上にシューッと伸ばして、ここを埋めすぎないようにします。下まぶたとかもそうなんだけどさ、目尻キュッてここまで締めちゃうと目が小さい印象になるので、上もキュッとラインに沿ってつけないで少し浮かせてあげる。で浮かせてるつもりでも全然塗っちゃってる時とかあるので、そういう場合はアイシャドウとかアイライナー描いた後に白いライナーとかで浮かせてあげるとちょっと目が拡張されるかな。で暗めのカラーをさらに目尻に足します。でさっき目尻開けるって言ったんですけど、パウダーでもいいんだけどコンシーラーの方が結構綺麗に目尻開けられるから、コンシーラーちょんちょんって手に置いて毛先が細いブラシでコンシーラー取ってからちょっと手でなじませます。そしたらさっきライン引いたところの下にこんな感じでコンシーラーを入れていきます。ウォン先生がやってくれた方法なんですけど、ラインの上下をコンシーラーでかたどってあげると少し目に奥行きが出るというか、ラインも強調されつつ目が大きく見えるからおすすめです。そしたらビューラー、ルナのやつで、ルナのラメですね、これをまぶたにのせます。で次にルナのローズクォーツ、これさっきとテクスチャー違ってジェルっぽくなってるんですよ。でこれをブラシに取って下まぶたにのせていきます。大きいラメとかホロが入ってるのでイベントの時とか可愛いね。これで大きいホロは下まぶたの真ん中に調整しつつのせてあげるとさらに可愛くなります。で下まぶたのラメのつけ方なんだけど、接近性の時、ご飯行く時とかデートの時はまつげの際につけてあげる。で遠近性の時、イベントライブ行く時だったりたくさんの人がいる場所でいろんな人に見られるような時は下まぶたのまつげの際ではなく少し離れたところにラメを塗ってあげるとより涙袋がぷっくりして見えるのでおすすめです。なんか接近性の時は結構繊細なメイクがしたいのでまつげの際に塗った方がチラチラ見えて仕込んでる感があるなって思うんだけど、遠近線の時はちょっとオーバー目なメイクをしてあげることでより目が大きく見えるっていうのと、下まぶたの幅が広くなるのでシンプルに中眼面を短縮できるので TPO に合わせてラメの位置変えるのがおすすめ。そしたらアイライナーで、さっきここの際開けるって言ったのでまつげの際まで描いちゃわないで少し浮かせてアイライナーも描く。目尻までがっつり描いちゃうと塗ってるなっていう感じが出ちゃうので、アイシャドウを描いてある先まで描かずに真ん中ぐらいで私は止めます。でアイライン描いたらエッジをアイシャドウでぼかします。ぼかすとエッジが少し柔らかくなるけど、ぼかさないとキリッとした印象になるから優しい雰囲気に見せたい方だったらぼかした方が柔らかくなります。で私少し離れ目なので目頭のところほんの少しアイシャドウを足してあげる。ラインでここ描いちゃうとかなりケバく見えちゃうけど、シャドウでぼかしながら目頭の方持ってくと優しく目を内側に寄せれる。でこの時使うカラーもほんの少し白みが入ったブラウン、柔らかい感じの色がおすすめです。でマスカラはブラック、まつげの際からしっかり上げてで、涙袋の影描く色はアイシャドウのぼかしで使ったカラーより少し薄めのカラーが調和が取れておすすめで、影描いたすぐ上をちょっと明るくしてあげるとぷっくりとした涙袋が作れます。涙袋の影はちょっとオーバー気味に黒目はみ出しの目尻
付近まで描いてあげるのがいいかも。はい、そしたらチークは少しピンクっぽいアイシャドウに合わせたから、これを上目の位置にポンポンポンと楕円型までいかない丸さを描きながら、クマの位置にかかるぐらいのとこに置いてあげます。黒目下のクマの位置にかかるぐらいに楕円までいかない大きさ、ちょっと中央を濃くしてあげるように何度かポンポンと付け加えます。で、鼻先にもチーク入れて、で、ちょい顎にもチークで、ハイライター、目頭ぴったりくっつかないで少し開けたところに細めのブラシでフの字を描くように入れてあげる。指で塗ってもいいんだけど、繊細に仕上げたい時とか目頭クッと入れて見せたい時は少し離れたところで細めに入れてあげるのがポイント。で、反対側も逆くの字に書いて入れる。で、そこからちょっと延長線上に伸びるように指でハイライトを入れて、で、鼻の際はこう幅があった方が顔が綺麗に見える気がするので、ちょっと横幅広めに入れてあげる。で、つけた上下をぼかして、おもながさんは必ずここでハイライトを切る。で、鼻先に入れる。で、鼻先も可愛らしく見せたいなっていう時だったら犬の鼻みたいに丸目とか四角目に塗ってあげて、綺麗に見せたいんだったら三角に鼻先のハイライト入れるとシュッとして見えます。私はちょっと丸めかな。はい、そしたら保湿してたリップ取って、リップメイク、さっきここにのせたチークを上唇にものせます。オーバー気味に入れるんだけど、山のところは潰して描いちゃいます。もうまっすぐ描く。で、口角まで少しオーバー気味に描いて、山のところオーバー気味に描いた上からハイライト入れます。こうするとめちゃくちゃ立体感出るのよ。で、ティント、ルナのオーバーブラーフィクシングティント、これの05番のカラーが結構明るめオレンジなので、これは一旦全体につける。で、待ってするときにちょっと顎を出してオーバー気味に上につけてあげてください。そしたら07番のカラーを量を調整して、上唇中央ハートになるように入れて、で、下唇内側だけ塗る。で、ハートのところを少しぼかしてってやったら、これでメイクの完成です。今回はクッションファンデがアイドルのメイクさんとの共同開発ということだったので、ボン先生にやっていただいたアイドルメイクのコツプラス最近メイクの研究でいいなって思った方法を混ぜてメイクしてみました。完成はこんな感じ。普段のメイクより涙袋の幅を厚めにしてみたり、ラメの位置も少し下目だったり、あと目尻の抜け感とかにもこだわりました。で、ベースメイクはポイントっていうよりはこれさえあればできるっていう感じだったんですけど、個人的に新作のコンシーラーブレンダーパレットがめちゃくちゃ使いやすかったので、ぜひルナの新作だったり今回使ったコスメ目代わりでも買えるので概要欄からチェックしてみてください。あと個人輸入の際は販売サイトの注意事項をよく確認してから購入してみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。